ナンガルハール州は、アフガニスタン東部にある州である。州東部、パキスタイ国境には重要な交通の、カイバル峠があり、アジアハイウェイ1号線が通っている。州都はジャラーラーバード。面積7,727平方キロメートル。人口128万9千人。2014年1月現在、知事は、モルビートーラルディーンが務めている。 2005年から2007年の麻薬生産量の吸い消しの生産は2005年に急減したが2007年に急増した。2012年現在でもアフガニスタン紛争の頃に設置されたと言われる地雷が残っており爆発事故があるという。2008年8月26日、州内で人道支援活動を行っていた日本人一人がタリバーンに拉致、殺害された。 2019年12月4日、州内で灌漑事業などを行っていた日本人医師、中村明が州とジャラーラーバードで武装グループの襲撃を受け、殺害された。2021年までにターリバーンが州内を制圧したが、一方でアイスセル系などのハンターリバーン武装勢力も慎重。2021年8月26日、 カーブル国際空港で自爆テロ事件が発生した際にはアメリカ中央軍はナンガルハール州のアイスセル経営拠点を無人航空機で攻撃した。ありがとうございます。